理想の紐生活は渡辺恒彦によるオンライン小説ライトノベル小説家になろうにて2011年より掲載を開始これを原案としてストーリーなど大幅に開講先行した文庫本がヒーロー文庫より刊行されているイラストは文倉10メディアミックスとして実月猫の作画による漫画版が ヤングエースにて2017年3月号から連載されている。2021年7月時点で電子版を含めたシリーズ累計発行部数は270万部を突破している。ハンブラック企業に勤める山井善二郎は休日のある日突然異世界に召喚され、その世界の大国カープア王国の女王であるビジョアウラに求婚される。カープア王国は 長い戦乱で直系の王族が、女王アウラ唯一人となってしまい、国家存亡の危機に瀕していたが、実は召喚された善次郎は150年前に、駆け落ちしたカープアの王族の血統を引いていたのだった。女王アウラが善次郎に保証した、結婚の条件とは、王家の血統を残すための子作り以外何もする、必要のない、自堕落な生活をしてくれる婿であった。 美人の女王と結婚できなおかつ、紐生活。あまりにも、美味しすぎる条件に不信を抱いた、善次郎だったが、アウラ側の、子作り以外、特に政治的には何もして欲しくないという裏の事情を、見抜く。身寄りもなく、ただ働き続けるだけの毎日に嫌気がさしていた、善次郎はあっさりとアウラの急婚を受け入れ、1ヶ月後には異世界での女王の配偶者、 王杯としての理想の紐生活が始まるのだった。異世界の文化や環境と現代日本人の感覚に、戸惑いながらも、高級で良好な関係を築く善次郎とアウラ。しかし、男尊女卑の気風が強いカープア王国において、女王と王杯の微妙な立場、血統のための側室取りの圧力など、周囲が二人を放ってはおかなかった。好きがあれば、 カープア王家の血統を守り増やすため全次郎に即室を取らそうとする勢力や全次郎自身を自らの苦物にしたい勢力の様々な陰謀や思惑もあり、全次郎はアウラと共に嫌をなくそれらに対処する羽目になっていく。また、150年前に駆け落ちしたカープアの王族と子孫、全次郎の秘密が明らかになると事態と思惑は、 カープア王国を大きく飛び越えていく。そんな中、ついにアウラが妊娠、全次郎も血統魔法に目覚めるのだった。シャロアジルベール総王国との交渉、街道の異変、北大陸からの来訪者など、次々と発生する事件にも自身を顧り見ず、アウラと家族を第一に行動する全次郎だが、図らずもカープア王国と女王アウラにとって都合が、 よくまた有能な人間であることを証明してしまう。また、アウラは、妻として、善次郎の望みを喜ぶも、女王として、国益のためやがる善次郎に即失取りを、格索せざるを得なくなる。アウラの政治基盤とカープは王国の未来のため、善次郎の理想の紐生活は徐々に、軌道修正が迫られるのだった。本作は、小説家になろう、掲載版と書籍版では、 ストーリーの展開や分量が大きく異なる。Web 版は4巻相当を超えた分で更新が停止しており、書籍版も4巻までは大幅な書き足しや配役、ストーリーの変更などが行われている。また5巻相当分からは大きく異なる展開となり、特に決定的な分岐として、書籍版では北大陸からクレア王女が来航しストーリーの中心となっていく。 カープアオーケカープアオーケの従者高級児女声優はドラマ CD 版のもの。偽善公尺家、マルケス伯尺家ガジール返境伯家ゼンジロが召喚された一世界は世界そのものの通称は明らかにされていない。北大陸と南大陸に分かれており、南大陸はランドリオン大陸という名称がある。ゼンジロが召喚される数年前まで南大陸では、 大陸全土に及ぶ長い戦乱が続いていた。一般人により、広く使用されている四大魔法と、王族のみが使用できる、血統魔法が存在する。北大陸と南大陸の間柄は、南まきた技と言われ、南大陸の人間の方が、魔力量が多く、魔法を扱うことに長けているとされる。南大陸では、王族は、血統魔法を使えることが絶対条件であり、 血統魔法を使えない者は王族より外され身分が低い者でも血統魔法が使えれば王族として迎えられる。それゆえ他国の王族との結婚は血統魔法を盗むことにつながり国力に重大な影響を与えるためタブーとされている。一方で北大陸では絶対条件ではなく血統魔法を使えない王族も多数存在する。北大陸で 大きな勢力を持つ宗教。古代竜族を神聖なものとして信仰の対象とする一方で、南大陸に住む人間を古代竜族の怒りに触れ流刑された罪人たちの末裔としてヒゲの対象としている。教えの解釈の違いにより、さらに爪派と牙派に宗派が分かれている。異世界に広く存在する生物。南大陸では一部の種類の竜は、 家畜として運用されている。ありがとうございます。